はい、酒好きな俺の一度が始めていきたいと思います。今回は、山屋で、以前に、ネットの山屋でね、買いました。エッティンガー、ヘーフェーバイズ、カッコ、ムロカ、酵母入り白ビールだそうです。ね、値段が200円ぐらいだったかな。アルコール度数が、4.9%。原材料が麦芽とホップのみ。原産国名がドイツです。ね。ドイツビールの白ビールということでございます。お、白だ。おー、ちょっと、あれだぞ。まあ、白ビールだからあれだけど。ちょっと泡が出すぎてる。ちょっと冷えてないか。ね、エッティンガー。まあ、以前飲んだのがエッティンガー。なんだっけ、シュバルツとピルスナーだったっけ。エッティンガー。ビール。東北地方に多い酒屋が山屋なんですか？ああ、なるほど。あ、山屋って東北地方に多いんですかね？なるほど。そんじゃ乾杯。ちょっとあれだな。ぬるいな。むぬるい。あ、なんか、後ろに、なんか書いてあるな。ああ。缶のね、下になんかね、溜まるらしくて、後ろになんか図で書いてありますね。4分の3入れて、で、あと混ぜて、下に多分溜まってるのがあるっぽいんで。ね。それをこう混ぜて、ちょっと注ぐっていう感じなんですかね。口当たりがまろやか。ものすごいまろやか。これはビールかというぐらいの、まろやかで、ね、口当たりがいい。なんか、ほとんど酒の味も、ほぼしないですね。しないので、一体何を飲んでいるのか。小麦のジュースを飲んでいる。小麦汁を飲んでいるのか。ね。まあ、事実小麦の汁なんでしょうけど。なんか、ものすごいです。全くビールを飲んでるという感覚がないというか、酒飲んでる感覚がない。はあ。これは、1731年創業以来、ドイツで広く愛されている人気ブランドですと書いてあります。全くもってね、これはね、今まで飲んだ、ね、中でもう、1、2を争うほど、てかすっげえ濁ってる。ほら。1、2を争うほどね、ビールの
ね。なんか、あんまり香りというか味っていうか麦の味っていうその、あれがまろやかすぎてもはやないっていうレベル。もはや、なんか、一体何を飲んでるんだっていう状態です。小麦のビールはね、基本的にこんな感じなんですけどね。いや、でもこれはちょっと、冷やして飲まないと、本当にぬるい、ぬるいなんか、小麦汁を飲んでる。うわ。うわ、これはちょっと、あれだな。香りも弱いし、口当たりはいいけど、苦味もないし。まあ甘いっていうのか、苦くないっていうだけで甘いというのかどうか微妙ですね。なんかおかしな飲み物を飲んでいるような、ね。これはちょっとビールじゃないな。普通のビールになんか、なんつかな。なんか、ひどい。ビールの酒の部分が一切ないものを飲んでるような感じです。これがですね、ブログ、どっかのブログにあるんですが、ドイツのスーパーで大バーゲンしてた、このビールがね、このエッティンガー社のビールが、売っていた、大バーゲンしていたと書いてあり、500ml 一瓶で、たったの22円だそうです。は?っていうレベルですね。500ml 一瓶で20セント。かっこ約22円。ビール大国ドイツって、てかビール大国ドイツはいいんだけど、ドイツってビールも安いんですかね?なんで安いんだ?ビール大国だから安いっていうのがよくわかんないんだけど。どうなっているんだ?あ、もうみんな水みたいに飲むから、もう水レベルの値段なんですかね。バカな。元取れるのか、それで。元取れるのか、これ。そしてみんな買っていく量が半端ない。一人で5ケース100本とかのレベルでバンバン売れていくんですって。恐ろしいな。どんだけ飲んでるんだよ。あまりにこのビールを買う人が多いんだな、これが、だって。はあ。マジかよ。いいなあ。ドイツ、安すぎねえか。駄菓子よか安いぜ。よっちゃんイカよか安いってどうなってるんだよ。しかも 500ml で。つまりこの 330ml だったとしたら、いくら15円ぐらいですかね。どうなったの?あれよか安いじゃん。チロルチョコよか安いじゃん。どうなってるんだ。どうなっているんだ。日本の10分の1以下ですね。これ200円ぐらいですからね。
まあ、大体日本ってなんかめちゃくちゃ高いらしいですね、酒がね。酒っていうか税率が高いのか。ビールが高いみたいですね、一般的に。うん。ビールの税がね、高いらしくて。ね。なんか一般的なそこら辺の国をか、運十倍するらしいですね。運十倍高いらしいです、税が。ということで、こちらはですね、おすすめはしません。けども、小麦のビールが好きな人はぜひおすすめですけど、僕ちんは全く好きじゃないっていうか、なんか、ダイレクトに来ないっていうかな、味がダイレクトに伝わって全く来ないんで、なんか、よくわからない。ビールを飲んでいるようでない、一体何を飲んでいるのか。なんか水か？ちょっと味が違う水かっていうレベル。最近あれですね。まあいいや。二つ星だな、これ。2322で。これはちょっとひどい。これはちょっとひどいな。まあ。まあ仕方ないか。うん、それではご視聴ありがとうございました。